私枠勤番所。本島にあるこの建物は寛政10年私枠領の政務を司る役所として建てられました。現在は当時の歴史を残す資料館として公開されています。私枠にまつわる資料の数々、その中には当時の天下人が領地の授与などを記した朱印状があります。織田信長から始まってですね、豊臣秀吉、秀次、徳川家康、秀忠ですね、までの朱印状、これは7つほどあります。金版書に残る家康からの朱印状には、私枠650人の船方に1250石を与え、その政務を治めるよう記されています。その後、私枠の人々は幕末まで徳川幕府の御用船方として活躍することとなります。1860年ですけども、官吏丸がアメリカに行くようになりますが、それもやっぱり御用船方の一環としてですね、私枠の人たちが35人も乗り組んでいったんやというようなことになっていくと思います。官吏丸とは、日本人の手で初めて太平洋横断を成し遂げた江戸幕府の軍艦です。その際、艦長に勝海舟をはじめ、福沢諭吉やジョン万次郎といった歴史に名を残す人物が乗船していたことでも知られています。しかし、その船を操るために乗り組んだ船方50人のうち、実に35人が私枠の出身であったことは、歴史の中であまり多くは語られていません。金版書では、アメリカに渡った際、船方衆が持ち帰ったとされる品や、渡航の様子が綴られた航海日記なども保管されています。当時、私枠領の政務を担っていた金版書は、今では島の観光名所の一つとして、多くの人にその歴史を伝え続けています。